セパレートウェイズ、前回の続きからプレイしていきましょう。死んだところからですね。よし、逃げるとしよう。今度はちゃんと曲がるぞ。この来てますよ感を出すの本当に、あ、やばい、ミスった。よぶろ、いや、来る、絶対来る。あ、意外と来ない。意外と可愛い顔してる。行こう。下か。来たな。なんかネジョネジョしてるし。上にいんのか。うわ、怖っ。さっきのは研究中の被験体みたいね。そうね。絶対来るでしょ、また。またっていうか、すぐに来そうじゃない？大丈夫？行こう。うわ、来たよ。ほら、もうすぐにこんにちはだ。ちょい。どれだ、これか。とっさにこれできんのすごいな。俺できないもん多分。ちょっと、あ、ナイフ振っちゃった。危ない。怖っ。ああ、これでバラバラにしないといけないのか。そんだけバラバラにしたらさすがに再生できないのか。意外とそんなもんなんだな。もう普通はそうなんだよな。普通はっていうか、普通はバラバラにしなくてもなんだよね多分。よし。お、お、普通いるんだ。普通に。あ、首飾りもらっときます。アンバー研究レポート14。結論として、アンバーは上位種さえ活性化する。被験体としてクラウザを選んだことが功を奏した。彼が能力強化に執着しているという読みは正しく、事件の協力を引き出せた。猜疑心が勝る他の幹部では、こううまくはいかなかっただろう。結果も上々だ。上位種の成長は寄生体のそれを軽く超えた。私が見ていた中で最も高い能力を得たのは彼で間違いない。恐るべきはアンバーの能力。眠っていてもこれほどの力、覚醒したらどうなるのか。と、レポートを書くことなどもう何の意味もない。サドラーがここに来た。渡されたアンプルは目の前にある。私は知りすぎた。撃てばどうなるか分かりきっている。しかし、小雨は殺されるだろう。いっそ拳銃で頭を撃ち抜くか。この夜は長すぎる。ああ。もともとは、あれか。そういう、なんか、こういうガナードにならなくても研究をできたのに、いろいろと知りすぎた結果、か。なかなか辛いね。こういう仕事もね。QT でもないんだよな、今回。あ、そうか。QT じゃないのか。そっか。どこがいいんだっけ？端っこだっけ？どこだったら走り抜けられる？しゃがんでいくしかないか。ああ、これはあるのか。B 押すぐらいはあるのか。これもっとえぐいやつ避けたよね、レオン。こう。こう。
そうだよな、エンターが一番色が薄いんだから、それで合ってんのか。デバイスの接続。それぐらいかな、他物ないね。これでもアタッシュケースを渡されてすぐに何やればいいのか察するのすごいよね。俺聞かないと無理だもんな。島を完全に破壊するのね。大統領の娘ごとアメリカを敵に回す気？中途半端な考えは捨てろ。弱者は強者の家になるのみだ。お前はアンバーダッシュに戻れ。戻りの移動手段は用意してある。あらそう、準備いいのね。いいわ、ルイス。今回は言う通りにしてあげる。メスカ、忘れてない？私が思い通りには動かないってこと。施設から脱出する。やっぱエイダいいね。用はなくても化け物の方は用はあるんだよな。来るよな、来るよね。いつ来るかは分からんけど来るよね。多分ある程度行ったらまた戻る感じになると思うんだよね、この道を。違ったな。行くしかないわ。そうね。よし、ダッシュ。お、やっぱやるんだこれ。お、すげえ。見てないだろうな、ほとんど。再生能力エグすぎるだろう。うい、すご。アルビー、アルビー。絶対ブーツのかかとが、かかとのヒールが切れない。すごいな、サイコロステーキ先輩。なんとかなるものね。ならないよ普通。用意してあるって、これせっせこうウェスカ君用意したのか。なんか面白いな。これは贈り物だとか言いながら、なんかこう用意してそうだな。よくヒールでこんだけ動けるもんだよな。それじゃあレオ、サドラーまで案内して。でももうちょっとしたら捕まるんだよな、ここ。わかったわ。よし。さあ、お仕事は？お仕事はずっとしてんのよ。一個はもういい、しゃあないもんこれ。ウェルカム。トレード。要件は何だ？金塊とベルベット売っといて。いつもこうならいい。資格が1個しかないのか。
きっちり金を払えないなら、あんたとの取引はなしだ。ごめんって。騙して死ぬなよ。よし。さあ、ゲストの敵は？よし。あ、やば、バレた。よし、はい。うわ、マジか。見てなかった。もう、鬱陶しい。はい。OK。曲ももう、ラストって感じがするな。でも、一個はもういい。スピネル。ちょっと待って。OK。縦剥がし？あ、ちょっと待って。オッケー。いい。はい。オッケー。ちょっと待って。もったいない気はする。やばい。まあいっか。これクラフトいける？よし。はい。爆発物がこの辺にあるんだけど、OK。やば。ちょっと待って。よし、当たれ。よし、OK。この猪之助本当に怖いな。ガンパウダー逃してんね。さっき見かけたのにな。いいか。行こう。あ、そうか、聖域で一回助けないといけないのか。助けないとっていうか、一回そこで捕まるんだよな。ちょっと手榴弾、ショトカンに入れとこう。ほい。なんかギーって言ってる。後ろだ。ん？どこ？これか。ベルベットブルー。黄色か。黄色か。めっちゃ緑に見えた。クラフト。OK。線香はとりあえず、捨ておく感じで。やば。メレーが。で、ベレー帽。これ売ったらあれか？達成のやつか？ぽいな。縦剥がし。使おう。いった。
待て、使わせて。いや痛い。はい、お、やばい、危ない。なんかあるから取りたいんだけど。よし、倒してないけど、よし。思考のロッド、思考かどうか俺が決めるよ。やばい、ちょっと待って、もう厄介だな。はい、 OK。聖域ってどこだ？ここだってラスボスのとこでしょ。ラスボスっていうかサドラー戦のとこだよね。こっちか。もうすぐだわ。あ、そうか、近場は近場だったんだっけ。寄ってくれて本当ウェルカム。嬉しい。ウェルカム。何がお望みだ。思考のロット売ります。これも売ろう。どんなありがとうよ。どうしようか。なんか新しく入ってたりはしないよな、さすがに。もう修理しよう。新品同然。見とれちまったか。ナイフを強化しよう。また来いよ。ベレー帽は別に何もあれ ないのか。楽しみにしてるぜストレンジャー。やってくれるってさ言うけどさ、一応あれなんじゃないの、サドラーに従ってないといけないんじゃないのとは思うんだけど、まあ物売ってるとはいえさ、そのサドラーの邪魔自体はしてるわけだからさ、そこどうなんだろうな。やっぱあいつも上位種なのかな。どこ、全然見えん。あった、オッケー、ルビー。はい、彼らと契約を交わした彼に祝福を、そして彼らに深き憐れみを、皆に歓喜を。いざかくあれかし。そういえばこんなことやってたな。降りなくていい、逃げなきゃいけないんだから。そこまでして終わせたくないのか、すごいな。無理。え、やんの、サドラ倒す、やんの、やるよ俺。メスカー聞こえる？手に入れたわ。これでデューティーフリーに寄らずに帰れそう。エイダ、よくやった。すぐにそこを脱出しろ。了解。今迎えを送る。どこで捕まるんだ。ここかな。ここだよな。そっちもうまくやれてるわよね。ああ、これで捕まりましたよ、か。よく殺さなかったな。なんで吊るしたんだ、趣味か。
ちゃくちゃやらしいよな、この。戦わなくていいよね、さすがにね。本編でやってるもんな。あ、でもなんかあるんだ。そろそろ島の爆発が始まりそう。強力な武器を手に入れる。奴を何とかしないと。はい、ということで、じゃあこれ一旦、いや、もうやっちゃうか。やっちゃうか。そんなかかんないだろう。時間的にはちょうどいいんだけどなあ。かかりそうなので一旦止めます。それではご視聴いただきましてありがとうございました。レオン頑張ってくれ。